いいぜ、教えてやっても。まあ俺も人から聞いた話くらいしか知らねえけど、そのくらいでよければ話してやる。俺も最近のあいつらのこと聞きたいしな。いや、なんでもねえ。来いよ、歩きながら話そうぜ。Sunflowers, Dutch. I was in a rush to press X, so I wasn't taking that seriously. I don't remember this room. Is this the room? No, this is not the room I was just in. Take a walk with Errata. なんとかなったね。さあ、行こう。このまま突っ走れ。Oh, this should be fun. I'm gonna wipe them all out. Oh, this is totally fun.Okay, I didn't wipe them all out, but hey, two out of three, that's not bad. What I like in this game is that you can battle five enemies at a time. Hell, maybe you can battle six, you know, if you're really that good, and if the game lets you. Because in Cyber Sleuth, the original, you could not battle more than three enemies or four. Like, you mostly had a fourth Digimon, but that was an ally Digimon. Okay, just gonna attack with the tail, and we're through. Okay. Now I can turn my attention over here. I hope this is the right way I'm going.オタク、ハッカーになったのは最近だろうと思ったぜ。雰囲気もそうだな。何よりデジモンプログラムを持ってるからな。へえ、まだ昔と同じロートルなやり方にこだわってるのか。いつの間にかザクソンの傘下にも入っちまうし。おっと、悪い、柔道の話だったよな。ジュードが活動していたのは数年前のことだ。そのハッカーは自分たちで作った独自のツールを使って、その中でも最も規模が大きかったのがリーダーの名前くらい聞いたことあんだろう。真田新っつう、まいいけどよ。ジュードは規模もでかかったが、何より一人一人の技術力が高いチームだった。そいつらの中でナンバー2を張っていたのがお前んとこのリーダーの三島隆二だ。真田新っつうのは技術はあってもまあ無茶するやつだったみたいでさ、隆二が補佐官としてやつをフォローしていたんだ。ナンバー3は今井千歳、こいつも知ってるよな。昔から人当たりが良くてでけえチームの摩擦を軽減する緩衝材みたいな存在だった。軽そうに見えて人のことをよく見ているやつでさ、あいつが間に入ればどんないざこざでも大抵、他にも独自のマルウェアを構築できるハッカーが何人もいて、つまり柔道は生産性、機動力、どれをとっても最高のチームだったってわけだ。だが柔道をレジェンドたらしめていたのはあいつらには信念があったんだ。明確なルールがあったわけじゃない。誰一人ハッキングを悪用しようとはしなかった。あくまでも自分たちの技術を高めるため、
好奇心を満たすためにあいつらは行動していたんだ。アンダーゼルも。そんなあいつらだからこそ突破できたって。お、聞いたことねえか？アンダーゼロ。エデン創世記から存在するコアサーバで、これまでのエデンに刻まれた全てのログデータが保存されている。つまり、事実上、エデンの最高峰セキュリティの要塞。そこを落とせば、ジュードは名実ともに、エデンで最強のチームになれた。なれるはずだった。あそこで、あんな奴が現れたりしない。いや、なんでもねえ。ともかくジュードは、そのアンダーゼロ攻略に失敗して。なあ、次はオタクが教えてくれよ。最近のあいつらの。ちっ、またこいつかよ。邪魔してくれやがって。倒すぞ。こいつは放っておくとやべえんだ。オタク、ユーディエならちょっとは使えるんだよな。そりゃよかった。じゃあ、あ、All right, we're teaming up. Again. Second battle with, well, I mean, the first major battle with this Digimon and Tamer as my ally. I wonder, is there a way to cure him? Paralysis recovery. Data Crusher. Let's inflict neutral damage. Nothing. Burst flame. Nova Mega Flame. Thought it was called Nova Blast. Eh, it's Mega Flame then. Okay, I'm gonna heal a Patamon. HP Capsule B. His defense is down, so I should take advantage of this moment, and I already am. Let's see. Burst flame. Okay, good. Done and done. Nantokanatana. クーロンでこいつに会うと肝が冷えるぜ。前にもこいつに襲われたことがあってさ。気をつけろよ。スエドって神城の研究員が言うには、この化け物、あっちで起きている怪現象と関係があるみたいなんだ。お？あのおっさんのこと知ってんのか？あちこちに現れんだな。優れた科学者は神出鬼没って。やば！相変わらず爪が甘いな、お前は。リュウジ、悪い。助かったぜ。勘違いするな。お前を助けたわけじゃない。何を油を売っているんだ。ユーゴとフェイは見つかったのか。ユーゴ and オーフェイ。Did I say Yuko in my one of my past videos? I meant to say Yugo. Wow. Machine Dramon and Tiger Vespamon.Nice. 危ないところだったね。怪我はないぞ。ユーゴか。誰かと思うたら、アンさんがタイヤ。リュウジはともかく、最近よう会いますな。
バラすんじゃねえよ、ま、そういうこと。俺が真田新だ。君が新しくフーディエに入った新人か。You're the newbie, douchebag. なるほど。いい目をしている。それに趣味も合いそうだ。彼を紹介するためにわざわざ会いに来てくれたのか。いや、報告があってきた。ユーゴ、ジミー・ケンがザクソンを離反したと。知っているよ。僕とフェイはその件を調べていたところなんだ。普段のメフィストさんのアカウント狩り、あれにもデモンズが関わっていたようだ、ね、アカウント狩りで資金を集めて一気にチームとして勢力を広げたと。調べが早いな。この件は僕たちに任せてほしい。ここで弱腰を見せれば他のハッカーチームに示しがつかない。力で押さえつけたって。え、離反する奴が出るなら放っておけばいい。行動の善悪は誰かに決められるもんじゃねえだろ。それを見過ごせば誰がハッカーの暴走を阻止するのか。誰もがかつての君たちのように己の信念だけで自分を律することができる明確な規律はどんな場所でも必要なものだと僕は思う。 The necessity of defined rules。ハッカーは何者にも縛られるべきじゃないってことだ。大地、お前らのやり方は。黙っていろ、真田。龍二、お前ならわかるだろ。俺たちは。もう俺たちじゃない。逃げ出したお前がエデンのハッカーを語るな。彼と理解し合えないのは残念だよ。あれ。やつの話はこれでしまいだ、ユーゴ。こいつがデモンズの面倒に巻き込まれちまった。ジミー・ケンからザクソンの情報を探るよう命令を受けた。彼か。フーディエのメンバーと知らずにスパイを命じるとはね。ちょうどいい。では君はそのままザクソンをスパイするふりを続けてくれ。二重スパイをしてほしいという意味さ。デモンズで動きがあったら僕たちに連絡してほしい。 So it's Demons versus Zaxxon。 エンドスか、ユーゴ。構わないよ。デデンで顔が知られていてはスパイの意味がない。それにフーディエの新人であれば信用もできる。ユーゴハンがそこまで言うならしっかりお勤めしなはれ。フォーラムへの出入りは自由にしてくれて構わない。これで君も今日から我らザクソンのハッカー。ハッカーの存在理由はデジモンプログラムの使役によってのみ証明される。それがエデンの秩序を守護する我君が守護者としてふさわしい行動をしてくれることを祈っている。私はエデンの守護者なの。He calls himself a guardian of Eden. I've never heard of it.悪質なハッカーの犠牲者というわけだ。それなら僕などが言葉を尽くさなくても暴走するハッカーがどれだけエデンで暮らす者を苦しめているかを。真田新が言うように僕も根本的にハッカーは自由であるべきだと思う。しかし自由にはたくさんの解釈があることが事実だ。君がどんなハッカーになるのか楽しみにしているよ。近いうちに大きい仕事を頼むことになりそうだ。相変わらず話が長い野郎だ。真田から聞いたのか、重度のことを。あいつの話は信用